皆さまこんにちはシンプレックスインスティテュートの安藤ですこの動画では SBI 証券の新しい取引 SBI 株オプションについてご紹介いたします SBI 株オプションを使って行うことができる取引ターゲットセルとターゲットバイの2つについて取引の仕組みや実際の発注方法などについて詳しくご説明いたしますまずはじめに SBI 株オプションについて簡単にご説明いたします SBI 株オプションは国内株式の現物を原資産としたオプション取引です SBI 株オプションを活用すると株を買える可能性があるターゲットバイト株を売れる可能性があるターゲットセルの二つの取引ができますいずれの取引もプレミアムと呼ばれる現金を確実に受け取りつつ 手数料ゼロで狙った価格で株を売買できる可能性がある仕組みですそれぞれの取引についてまずは簡単なイメージをご説明いたしますターゲットバイでは現金をもらいながら株を買える可能性があります今の株価もしくは今の株価より少し安い値段で株を買いたいと思ったらターゲットバイ取引をしてみましょう 一週間後、株価がターゲットの価格よりも安ければ、ターゲット価格で株を購入できます。この際、株の購入に手数料がかからないだけでなく、プレミアムと呼ばれる現金を受け取ることができます。一方、株価がターゲット価格よりも高ければ、株は購入できません。しかしながら、この場合でも、プレミアムと呼ばれる現金を受け取ることができます。 一方ターゲットセルは現金をもらいながら株を売れる可能性があります今の株価もしくは今の株価よりも高い値段で株を売りたいと思ったらターゲットセル取引をしてみましょう1週間後に株価がターゲットの価格よりも高ければターゲット価格で株を売却できますこの際取引手数料がかからないだけでなく プレミアムと呼ばれる現金を受け取ることができます。一方、株価がターゲット価格よりも低ければ株は売却できませんが、この場合でもプレミアムと呼ばれる現金を受け取ることができます。どちらもプレミアムを受け取りながら、手数料ゼロで狙った価格で株を売買できる可能性がある仕組みだということです。それではまず、保有株を売れる可能性のある、 ターゲットセルについて詳しくご説明いたしましょう通常の株の取引では株をそろそろ売りたいと思ったら売り値を決めて差し値売りの注文を出しますそしてその値段を株価が上回れば株を売却できますが株価が指値を下回れば株を売ることはできませんこれが通常の株の取引ですが SBI 株オプションを使ったターゲットセルでは さらににお得に株を売ることができます株を売りたいと思った時に差し値の売りの注文をする代わりにターゲットセル注文を出してみましょうするとどうなるかをご説明しますターゲットセルはその名の通り株をいくらで売るかターゲットの値段を決めて株を売ろうとする取引ですその値段をターゲット価格と呼びます ターゲットセルをした場合株が売れるかどうかは1週間後の終値によって判定されますもしも1週間後の株価がターゲット価格を上回ればターゲット価格で株を売ることができます一方株価がターゲット価格を下回っていれば株を売ることができませんこれはちょうど差し値で株を売買するのと同じようなことですしかしながらターゲットセルをした場合は 株が売れた場合でも、売れなかった場合でも、どちらの場合でも、プレミアムと呼ばれる現金を受け取ることができます。さらに、取引に手数料はかかりません。つまり、プレミアムの分だけ、少しお得な差し値売りになっていると考えることができます。もう一度、取引の仕方を整理してみましょう。すでに保有している株を今の値段化。 あるいはもう少し高い値段で売りたいと思ったとしましょうそこでいくらで売るかターゲット価格を決めますそしてターゲットセル取引を行いますあとは1週間後を待つだけです1週間後の評価日における終値がターゲット価格を超えているかどうかで結果が2つに分かれますターゲット価格を上回っていればターゲット価格で株を売却できます この際手数料は不要です。そしてプレミアムを受け取ることができます。株が売却できて、しかもプレミアムを受け取れるので、結果的にはターゲット価格よりも高い値段で売ったことになります。一方、評価日の終わり値がターゲット価格を下回っていれば、株は売却できませんが、この場合でもプレミアムは受け取れるので、株価が上がらなくても利益を得ることができます。 取引にかかる手数料はゼロですので、ターゲットセルを活用すれば、プレミアムを受け取りながら手数料ゼロで株を売ることが可能になるということです。なお、取引が終了するまで原則として中途解約はできません。また、評価日時点で終り値がターゲット価格以上となった場合には、必ず株式を売却することになります。 それでは早速実際の取引の仕方を確認してみましょう。口座管理を開くとまずサマリーが表示されそこにはご自身のポートフォリオが表示されているはずです。そこで売却したい株がある場合株オプションというメニューを選択しましょう。するとターゲットバイとターゲットセルの2つのメニューが表示されます。 現金を受け取りつつ株を売りたい場合は右側のターゲットセルを選択してくださいここでは保有しているソフトバンクグループの株をターゲットセルで売却してみましょうターゲットセルをクリックすると次のようなターゲットセル注文画面が開きますまず最初に約定日と評価日が表示されています日中取引でターゲットセルを行う場合 その日の引けに注文が約定します。そして一週間後の評価日に株が売れるかどうかが判定されます。今ここの画面では9月7日が約定日で9月14日が評価日ですので、9月7日に決めたターゲット価格を9月14日の終わり値が超えるかどうかで株が売れるかどうかが決まるという仕組みです。さて取引日が確認できたら。 ターゲット価格を決めましょうターゲット価格はいくらで株を売りたいか売り目標の値段です SBI 株オプションでは3つのターゲット価格の中から選ぶことができますこの例では100%と101% 102%の3つのターゲット価格が提示されていますのでその中のどれか1つを選びましょうこれは 約定日の終わり値に対して何、何パーセントの値段をターゲット価格とするかを選ぶということです。例えば、ターゲット価格100%を選ぶということは、約定日の終わり値がターゲット価格です。9月7日のソフトバンクグループの終わり値は5368円でしたので、もしこの日にターゲット価格100%でターゲットセル注文を出すということは？ 一週間後に五千三百六十八円で株を売りたいという注文だと言い換えることができます。約定日の終わり値よりももっと高い値段で株を売りたい方は。百一パーセントや百二パーセントを選びましょう。百一パーセントのターゲット価格を選ぶということは。約定日の終わり値に百一パーセントをかけた値段。九月七日が約定日であれば、その日の終わり値である。 5368円に101%をかけた5421円をターゲット価格にするということですターゲット価格ごとに受け取れるプレミアムの金額が変わってきますそれが表示されているのがターゲット価格の下の利率かっこ年率という数字ですこれは選んだターゲット価格に対して受け取れるプレミアムを年率換算したものです 例えば、ターゲット価格100%の場合、プレミアムの利率は年率換算で35.61%と表示されています。これはあくまで年率の数字ですので、実際に受け取れる金額は、これを1週間あたりに換算した金額です。ですから、9月7日に取引をした場合、ターゲット価格100%の時、終わり値が5368円なので、 それに年率35.61%をかけて1週間あたりの金額に換算すると100株の取引につき円のプレミアムを受け取ることができますもしもターゲット価格を101%にした場合より高いターゲット価格で株を売れる可能性がありますがその代わり受け取れるプレミアムは年率15.37%と若干下がってしまいます。 高いプレミアムを受け取りたいかそれともより高く株を売りたいかはご自身の投資戦略に合わせて選んでみてくださいどのターゲット価格で株を売りたいかを決めることができたら注文条件を入力しましょう預かり区分を選択し約定日の値段で株を売ってもよければ100%を選び株数を決めましょうあるいは101%を選んでもかまいません 条件を決めたら取引の留意点を確認した上でパスワードを入力し注文確認画面へ進みましょう。注文確認画面でもう一度条件を確認しましょう。約定日と評価日預かり区分ターゲット価格とプレミアムの年率株数に間違いがないことを確認しましょう。画面の下にはさまざまな注意事項が表示されていますので その点も踏まえた上で、注文発注ボタンを押します。これでターゲットセル取引の発注は完了です。発注ができたら、注文受付画面が表示されます。正しく発注できたかどうかを、株オプション取引履歴から確認しておきましょう。取引履歴を見ると、取引状況が注文中となっています。注文を出した時点では、 この注文はまだ役場していません立ち会い時間中朝9時から14時30分までに出した注文はその日の大引け時点で役場となりますまた夜間20時30分から翌朝8時30分までに出した注文は前場の寄り付き時点で役場となります注文が役場したら取引状況が役場と表示されます なお相場状況などによっては注文が成立しない場合もありますので注文を出した場合は取引履歴から薬状の状況を確認するようにしてください。一度薬状した注文はキャンセルすることはできませんが各注文時間中薬状が成立するまでの間は注文の取り消しが可能です。夜間注文であれば朝8時30分よりも前の時点。 立ち会い時間注文であればその日の14時30分よりも前の時点であれば注文取引履歴画面で取り消しボタンを押すことで注文をキャンセルすることができます。取り消した注文は取引履歴画面で取り消し済みとなってグレーに編みかけされて表示されます。さて注文を取り消さずに大びけまで待ち約定時点で成立した場合には 取引状況が約定となります。これでターゲットセルの取引は完了です。皆さんが行う取引はここまでです。この後は株が売れるかどうか、一週間待ちましょう。評価日の間、株は拘束されているので、途中で変更することはできません。さて、一週間後、どうなったかを見てみましょう。一週間後。 評価日である9月14日のソフトバンクグループの終値は5405円でしたターゲット価格は101%すなわち5421円で株を売りたいと思っていましたがその値段には達しませんでしたつまり残念ながらこの場合株を売ることはできませんでしたしかし株が売れなかったからといってがっかりする必要はありません プレミアムを受け取ることができています株を売ってもいないのに実現益が発生しています配当は年に1回か多くても4回しか受け取ることができませんがターゲットセルのプレミアムは1週間で得られる利益です今回のようにターゲットセルで株が売却できずプレミアムのみを受け取った場合受け取ったプレミアムは雑所得として扱われます 一方、もし仮にターゲット価格を100%としていたらどうなっていたでしょうかこの場合ターゲット価格100%は株価で言えば 5, 円です評価日の終値は5,405円でターゲットである5,368円を上回っていますのでターゲット価格100%の場合は株を売却できます。この場合、株は ターゲット価格である五千三百六十八円で売却することになりますが。プレミアムを別途受け取ることができます。受け取ったプレミアムと売却した株の代金を足し合わせたものが。受け渡し金額として計算されます。ここまでご覧いただいたように、株が売れるかどうかは。評価日の終わり値がターゲット価格を超えるかどうかで変わってきますが。 いずれの場合でもプレミアムは確実に受け取ることができます保有株を売りたいと思ったときターゲットセルを使うとターゲット価格で株を売るという取引をしながらプレミアムを受け取ることが可能ですターゲットセルの魅力をまとめておきましょうターゲットセルをすれば1週間後の株価がターゲット価格を上回ればプレミアムを確実に受け取りつつ狙った価格で 手数料ゼロで株を売ることができますですから例えば保有株が値上がりしてきたときにターゲットセルをしてみましょうプレミアムを受け取りながらお得に株を売却することができます一方1週間後の株価がターゲット価格よりも低くてもプレミアムを受け取ることができるので値上がりしなくてもがっかりする必要がなくなります。結局のところ株が売れても売れれててももなく 確実にプレミアムを受け取ることができますのであの時売ればよかった、売らなければよかったなどというタイミングを反省することが減り確実な利益を増やしていくことができます続いて取引時間についてご説明いたします取引時間は夜間注文と立ち会い時間注文の2種類です夜間注文とは全営業日の20時30分から 営業日の朝8時30分までに出す注文ですこの時間帯に注文を出した場合前場の寄り付きの始め値で約定しますので始め値を基準にターゲット価格が設定されます夜間注文の場合ターゲット価格100%でのターゲットセルを行うと始め値がターゲット価格となります一方、立ち合い時間の注文は 朝9時から14時30分の間に注文を出すことができますこの時間内にターゲットセル注文を出した場合はその日の大引けでターゲットセルが約定します立ち合い時間注文でターゲット価格100%を選んだ場合その日の終値がターゲット価格となりますなお相場状況などによっては注文が成立しない場合もありますので注文を出した後は 取引履歴から約定の状況を確認するようにしてください魅力がたくさんあるターゲットセル取引ですが注意点もありますまず注文が約定したらキャンセルすることはできませんターゲットセルが約定したけれど評価日までの1週間の間に株を売るのをやめたくなったとしてもターゲットセルを取り消すことはできませんので 株を売りたいと思ったときにターゲットセルを行うようにしてくださいまたターゲットセルを行っている1週間の間対象の株は拘束された状態になりますので途中で売却することはできませんあくまで株を売れるかどうかは評価日の終わり値によって判定されます1週間後の評価日の株価がターゲット価格以上になった場合 その株価がどれだけ値上がりしていたとしてもターゲット価格で株を売却することになります。一方、評価日までに株価がターゲット価格を超えたとしても評価日の終わり値がターゲット価格を超えていなければ株は売却できません。例えばこの後の大幅な株価下落が懸念される場合など保有株を確実に売りたい場合にはターゲットセルではなく通常の取引で確実に売却してください。 ターゲットセルでは売買のタイミングを自分で自由に選べないという点が注意点です。その不自由さがある代わりにプレミアムを受け取れるとご理解いただければと思います。また細かい注意点として取引期間中は同一銘柄で複数のターゲットセル注文を出すことができません。以上がターゲットセルの説明です。それではここからは プレミアムを受け取りながら株を買う可能性があるターゲット倍について詳しくご説明いたしましょう通常の株の取引では株をそろそろ買いたいと思ったら値段を決めて差し値買いの注文を出しますそしてその値段が株価を下回れば株を買うことができますが株価が差し値よりも高ければ株を買うことはできません これが通常の株の取引ですが SBI 株オプションを使ったターゲットバイではさらにお得に株を買うことができます株を買いたいと思った時差し値の買いの注文をする代わりにターゲットバイ注文を出してみましょうするとどうなるかをご説明しますターゲットバイはその名の通り株をいくらで買うか ターゲットの値段を決めて株を買おうとする取引ですその値段をターゲット価格と呼びますターゲット倍をした場合株を買えるかどうかは一週間後の終値によって判定されますもしも一週間後の株価がターゲット価格を下回ればターゲット価格で株を買うことができます一方株価がターゲット価格を上回っていれば株を買うことはできません これはちょうど差し値で株を買うのと同じようなことですしかしながらターゲットバイをした場合は株が買えた場合でも買えなかった場合でもどちらの場合でもプレミアムと呼ばれる現金を受け取ることができますさらに取引に手数料はかかりませんつまりプレミアムの分だけ少しお得な差し値買いになっていると考えることができます もう一度取引の仕方を整理してみましょうこれから株を買いたいと思ったとしましょう今の値段かあるいはもう少し安い値段で買いたいと思ったとしますそこでいくらで買うかターゲット価格を決めますそしてターゲット倍取引を行いますあとは一週間後を待つだけです一週間後の評価日における終わり値が ターゲット価格を下回るかどうかで結果が2つに分かれます。ターゲット価格を下回っていればターゲット価格で株を買うことができます。この際手数料は不要です。そしてプレミアムを受け取ることができます。株が買えてしかもプレミアムを受け取れるので結果的にはターゲット価格よりも安い値段で株を買ったことになります。一方、 評価日の終わり値がターゲット価格を上回っていれば株は購入できませんがこの場合でもプレミアムは受け取れるので株を買ってもいないのに利益を得ることができます取引にかかる手数料はゼロですのでターゲット倍を活用すればプレミアムを受け取りながら手数料ゼロで株を買うことが可能になるということですなお取引が終了するまで原則として中途解約はできません また評価日時点で終わ値がターゲット価格以下となった場合には必ず株式を購入することになりますそれでは早速実際の取引の仕方を確認してみましょう今度は日本 KFC ホールディングスの株を買いたいと思っているとしましょう銘柄情報の横に株オプションのメニューがありますターゲットバイとターゲットセルの2つのメニューが表示されていますので 現金を受け取りつつ株を買いたい場合はターゲットバイを選びましょう。すでに保有している銘柄をすでに保有している銘柄を追加して買いたい場合には口座管理の保有証券から株オプションを選択します。ターゲットバイとターゲットセルの2つのメニューが表示されますのでそこからターゲットバイを選ぶこともできます。あるいはポートフォリオから株オプ と書かれたメニューをクリックすることでも同様にターゲットバイとターゲットセルのメニューを表示できますここでは株を買いたいのでターゲットバイを選びましょうさてターゲットバイをクリックすると次のようなターゲットバイ注文画面が開きますまず最初に約定日と評価日が表示されています日中取引でターゲットバイを行う場合 その日の引けに注文が約定しますそして1週間後の評価日に株が買えるかどうかが判定されますこの仕組みはターゲットセルと全く同じです今ここの画面では9月7日が約定日で9月14日が評価日ですので9月7日に決めたターゲット価格を9月14日の終値が下回るかどうかで株を買えるかどうかが決まるという仕組みです 取引日が確認できたらターゲット価格を決めましょう。ターゲット価格はいくらで株を買いたいか、買い目標の値段です。ここでも3つのターゲット価格の中から選ぶことができます。この例では100%と99%と98%の3つのターゲット価格が提示されていますので、その中のどれか1つを選びましょう。これは 約定日のお割値に対して何パーセントの値段をターゲット価格とするかを選ぶということです。例えばターゲット価格100%を選ぶということは約定日のお割値がターゲット価格です。9月7日の日本 KFC ホールディングスのお割値は2757円でしたので、もしこの日にターゲット価格100%でターゲット倍注文を出すということは 一週間後に2757円で株を買いたいという注文だと言い換えることができます約定日の終わ値よりももっと安い値段で株を買いたい方は99%や98%を選びましょう99%のターゲット価格を選ぶということは立ち会い時間注文であれば約定日の終わり値に99%をかけた値段9月7日が約定日であればその日の終わり値である 2757円に99%をかけた2729円をターゲット価格にするということですターゲット価格ごとに受け取れるプレミアムの金額が変わってきますそれが表示されているのがターゲット価格の下の利率年率という数字ですこれは選んだターゲット価格に対して受け取れるプレミアムを年率換算したものです 例えばターゲット価格100%の場合プレミアムの利率は年率換算で35.61%と表示されています。これはあくまで年率の数字ですので実際に受け取れる金額はこれを1週間あたりに換算した金額です。ですから9月7日に取引をした場合ターゲット価格100%の時終わり値が2757円なので それに年率35.61%をかけて1週間あたりの金額に計算すると100株の取引につき1882円のプレミアムを受け取ることができますもしもターゲット価格を99%にした場合より安いターゲット価格で株を買える可能性がありますがその代わり受け取れるプレミアムは年率15.58%と若干下がってしまいます このようにターゲットバイの場合ターゲット価格を下げるほどプレミアムは下がっていきます高いプレミアムを受け取りたいかそれとも安く株を買いたいかはご自身の投資戦略に合わせて選んでみてくださいどのターゲット価格で株を買いたいかを決めることができたら注文条件を入力しましょう預かり区分を選択し約定日の値段で株を買ってもよければ100%を選び 株数を決めましょう条件を決めたら取引の留意点を確認した上でパスワードを入力し注文確認画面へ進みましょう注文確認画面でもう一度条件を確認しましょう約定日と評価日預かり区分ターゲット価格とプレミアムの年率株数に間違いがないことを確認しましょう画面下にはさまざまな注意事項が表示されていますので その点も踏まえた上で注文発注ボタンを押しますこれでターゲットバイ取引の発注は完了です発注できたら注文受付画面が表示されます正しく発注できたかどうかを株オプション取引履歴から確認しておきましょう取引履歴にはターゲット価格100%で出した注文とターゲット価格99%で出した注文それぞれが表示されています この場合も取引状況が注文中となっています。注文を出した時点では、この注文はまだ約定していません。立ち会い時間中、朝9時から14時30分までに出した注文は、その日の大引け時点で約定となります。また、夜間20時30分から翌朝8時30分までに出した注文は、前場の寄り付き時点で約定となります。その後、注文が約定したら、 取引状況が約定と表示されます。この注文が成立した後は一週間待つだけです。それぞれの注文が一週間後どうなったかを見てみましょう。一週間後評価日である9月14日の日本 KFC ホールディングスの終わり値は2744円でした。ターゲット価格99%に注文に関しては。 2729円で買いたいという注文に相当しますが評価日の終値がターゲット価格よりも高かったので残念ながらこの場合株を買うことはできませんでしたしかし株が手に入っていないにもかかわらずなんとプレミアムを受け取ることができています株を買わずして実現域が発生しています差し値買いの注文を出していて株価が下がらなければ待っている時間 その間資金が無駄に出てしまいますがターゲット倍をしていれば株が買えなくても資金を元でにプレミアムを受け取ることができ資金効率が高まっています今回のようにターゲット倍で株を購入できずにプレミアムを受け取った場合受け取ったプレミアムは雑所得として扱われます100株につき800円程度の利益は少ないように思えるかもしれませんが配当とは違って 一週間でこの利益ですからまた翌週も同じようにターゲット倍を続けていくことで小さな利益を積み重ねていくことができます一方、ターゲット価格を100%とした注文はどうなっていたでしょうかこの場合、ターゲット価格100%は株価で言えば2757円です評価日の終わり値は2744円で タターーゲゲッットトででである2757円をを下回っていまますすのの価格100%の場合は株を購入できますこの場合株はターゲット価格である2757円で購入することになりますがプレミアムを別途受け取ることができますのでその分だけ安く買ったことと同じです。購入にかかった金額から受け取ったプレミアムを差し引いた金額が受け渡し金額として計算されます。 ここまでご覧いただいたように株が買えるかどうかは評価日の終わり値がターゲット価格を下回るかどうかで変わってきますがいずれの場合でもプレミアムは確実に受け取ることができます株を買いたいと思った時ターゲットバイを使うとターゲット価格で株を買える可能性がある取引をしながらプレミアムを受け取ることが可能ですターゲットバイの魅力をまとめておきましょう ターゲットバイをすれば1週間後の株価がターゲット価格を下回ればプレミアムを確実に受け取りつつ狙った価格で手数料ゼロで株を買うことができますですから買いたいと思っている株が値下がりしてきたときにターゲットバイをしてみましょうプレミアムを受け取りながらお得に株を購入することができます一方1週間後の株価がターゲット価格より高くて株が買えなくても プレミアムを受け取ることができます結局のところ株を変えても変えなくても確実にプレミアムを受け取ることができますので確実な利益を増やしていくことができますこのように魅力がたくさんあるターゲットバイ取引ですが注意点もありますターゲットセルと同様注文が逆上したらキャンセルすることはできませんターゲットバイが逆上したけれど 評価日までの1週間の間に株を買うのをやめたくなったとしてもターゲット倍を取り消すことはできませんので株を買ってもよいと思った時にターゲット倍を行うようにしてくださいまたターゲット倍を行っている1週間の間対象の株を買うのに必要な余力が拘束された状態になりますそして株を買えるかどうかは評価日の終わりによって判定されます 1>, 1週間後の評価日の株価がターゲット価格を下回った場合、その株価がどれだけ値下がりしていたとしても、ターゲット価格で株を購入することになります。ですから、1週間後までの間に大きな下落がありそうだと思う場合は、ターゲット倍をするのを避けた方が良いでしょう。一方、評価日までに株価がターゲット価格を下回るタイミングがあったとしても、 評価日の終わり値がターゲット価格を下回っていなければ株は購入できません配当狙いでいつまでに必ず購入したいというような場合にはターゲット倍は使わず通常の取引で確実に株を買いましょうターゲット倍では売買のタイミングを自分で自由に選べないという点が注意点ですその不自由さがある代わりにプレミアムを受け取れるとご理解いただければと思います タイミングはいつがいいのか難しいと思う方も多いと思いますがまずは最低単位から取引をしながらコツを掴んでいってください最後に SBI 株オプションの活用についてお話しいたしますすでに株を保有している方はまずは保有株を売るときにターゲットセルを活用してみましょう 仮に株を売ることができなくてもプレミアムは手に入ります例えば500株保有していれば100株だけターゲットセルをしてみるなど少額から取り組んでみることをお勧めします慣れてきたら株数を増やしても良いでしょう一方まだ株を保有していない方は株を買う際にターゲット倍に挑戦してみましょう通常の株を買うのと同様に 必要な株の買い代金を用意しておけば、ターゲット倍をすることができます。しかも、株が買えた場合には、プレミアムも受け取れますし、手数料もかかりません。株が買えなくても、またターゲット倍に挑戦すれば良いので、ぜひ試してみてください。初めて取引をする場合は、決算発表の前後など株価が大きく動きそうな時は避けて、相場が落ち着いている時に取引することをお勧めします。 ターゲットセルは、例えば次のような時に活用することができます。まずは、保有株が値上がりしてきた時です。そろそろ売り時だと思っている株がある場合に、差し値で売ってしまえば決めた値段で売るだけですが、ターゲットセルを行って、1週間後にターゲット価格を上回っていれば、手数料ゼロで株が売却できて、プレミアムも受け取れます。あるいは 保有株がいつまで経っても値上がりしない場合でもターゲットセルは有効です株価が値上がりしない間じりじり待っていてもお金にはなりませんがターゲットセルをしておけば1週間後の株価がターゲット価格を超えていなくてもプレミアムを受け取れますこれを毎週コツコツ続けていくと意外にも高い収益になっていることもあります同様に塩漬けになってしまった株から 配当をもらうしか期待できないそういう株がある場合にもターゲットセルをすることでプレミアムを受け取って多少でも収益を改善することもできますさまざまな場面でターゲットセルを活用してみましょう一方ターゲットバイは次のような時に活用することができます例えば買いたいと思っている株が値下がりしてきた時にターゲットバイをしてみましょう 差し値で買ってしまえば決めた値段で買うだけですがターゲットバイを行って1週間後にターゲット価格を下回っていれば手数料ゼロで株が購入できてプレミアムも受け取れます。あるいは買いたい株がなかなか買い目標まで下がってこない場合でもターゲットバイは有効です。じっっとと待ててていもて、も何ししなけければば、利益をを得ることはできませんが、ターゲットバイをしておけば 一週間後の株価がターゲット価格より高くて株が買えなくてもプレミアムを受け取れます待っている時間をお金に変えることができるのがターゲットバイです買いたい株の株価が下がってきたらターゲットバイでプレミアムを受け取りながら株を買い買った株が値上がりしてきたら今度はターゲットセルで売却しますそして株が売れたらまた下がってきたところでターゲットバイをして株を買い 値上がりしてきたらターゲットセルで株を売るこれを繰り返していくと手数料なしで株の売買ができますしさらに毎回プレミアムを受け取ることができます1回ごとに受け取るプレミアムは少額かもしれませんが1週間単位で受け取ることができます SBI 株オプションの取引を続けていくことで気がつけば利益が積み重なっているかもしれません プレミアムによる利益はこれまでの株式投資では得られなかった新たな収益源です。新しい株式投資の手法としてぜひ SBI 株オプションをご活用ください。